山中やキャンプ場で子供がわずか2、3分の間に何の形式も残さず失踪してしまうような未解決事件が日本にたまに起きますが、子供たちはどこに行ってしまったと思いますか？日本の未解決事件で神隠しとかありますけど、あれは何で見つからないんでしょうか？死体すら見つからないのはおかしくないでしょうか？いや、これはね、全然おかしくないと思いますね。死体って発見する方が大変でさ、例えば海なんかに投げ込んじゃえば全く発見できないからね。発見されてる死体の数の方が少ないんだよね。殺人事件とかってさ、なんか明らかになってる方が、ことが結構あるから、殺人事件って結構バレるんだなって思いがちなんだけど、殺人事件って結構バレないからね。割れてる殺人事件って3分の1ぐらいじゃないかなと思いますけどね。なんかイメージ全部の殺人事件捕まってるような感じあるけど、普通に闇から闇へ消されてる事件なんかいくらでもあると思うからね。子供とかだって山からさ、足滑らしたってさ、山ってすごい膨大だから、面積が。だからちょっとね、それは難しいんじゃない？単純にその、怪奇現象とかじゃなくて、まあ俺はなんか、人が突然消えるとかってことはないとは思わないんだけど、絶対ないとは言わないっていうか、そういう非科学的なことが起きてもおかしくないと思ってるけど、それでもまあ、普通に遺体見つかんないくて、そのまま朽ちちゃったっていうさ、それでもおかしくないと思いますけどね。